1864年、アメリカ合衆国大統領選挙。1864年、アメリカ合衆国大統領選挙。1864年、アメリカ合衆国大統領選挙は、1864年に投開票されたアメリカ合衆国大統領選挙であり、現職のエイブラハム・リンカーンが勝利を収めた。リンカーンは、共和党員であったが、 と選挙協力を組んだ。この協力はという形を取った。リンカーンの対立候補は民主党のジョージ・マクレランと旧進派共和党のジョン・シー、フレモントであった。マクレランは平和の候補者であったが、個人的には党の綱領を信じていなかった。フレモントは、郵政長官のモンゴメリー・ブレアをその役職から追い出す、政治的な仲立ちをした後、1864年9月に、 選挙運動を止めてしまった。1864年の大統領選挙は南北戦争がまだ終わっていない時に行われ、アメリカ連合国に加入した州はどこも参加しなかった。国中の共和党員は1864年の夏、時点で苛立っていた。この頃、アメリカ連合国軍、南軍はマンスフィールドの戦いやクレーターの戦いで勝利を収めていた。 さらにこの戦争は多くの代償を払い続けていた。長く果てしない戦争に対して民主党の主張する和平交渉がより望ましいものと見られるようになっていた。しかし当時の民主党は党員集会で内部の厳しい圧力を経験していた。最終的にウィリアム・シャーマンがアトランタに進軍し、ユリシーズ・グラントは南軍陸軍総司令官のロバート・イーリーをその首都、 リッチモンドの外郭に押し込めていた。北軍が勝つことは間違いなく終戦が近づいていることが明らかになってきた。リンカーンと副大統領候補のアンドリュー・ジョンソンの組は流れの途中で馬を変えるなをスローガンにして進んだ。共和党は名前を国民統一党に変えて高波民主党に訴えた。新しい名前は選挙後に消えた。しかし、 ジョンソンが共和党員となることはなかった。共和党すなわち国民統一党は民主党をできるだけ悪く表現することに全力を注いだ。マクレランの平和主義的考領を冷やかし、民主党を不実なまむしと非難した。11月8日、リンカーンは一般投票で40万票以上の差をつけ、選挙人の獲得数でも多数となった。いくつかの州では、 兵士として従軍している市民が戦場で投票すること認めたが、これはアメリカの歴史でも初めてのことだった。北軍の兵士の70%以上がリンカーンを選んだ。エーブラハム・リンカーンは共和党の候補者に指名された。共和党は1864年の選挙に限り国民統一党と名前を変えたので一時的ではあるが存在しなくなっていた。しかし、 リンカーンの指名は、全会一致ではなく、リンカーンに不満な反対者22名は、候補者でもなかったユリシーズ・ブラントに投票した。統一の旗の下で、高ハ民主党と協力していく機会と見た、党員集会は、テネシー州知事のアンドリュー・ジョンソンを、副大統領候補に指名した。副大統領候補は他にも、現職のハンニバル・ハムリン、元ニューヨーク州選出上院議員、ダニエル・ディキンソン、 ブッキャナンの内閣の閣僚ジョセフ・ホルト及びベンジャミン・バトラーがいた。ハムリン以外はタカ派民主党員であった。民主党の候補者、民主党はタカ派と反戦マムシュ派に大きく分かれていた。妥協の産物として戦争遂行派のジョージ・マクレランが反戦公僚と共に指名された。マクレランが投票で他の三候補を破り、 副大統領候補には我が平和公領で指名された。しかし、マクレランは個人的にはこの公領を拒否していた。この選挙は戦争中に行われたが、1812年の米英戦争の時以来のことだった。北軍がジョージア州とバージニア州で勝利し、続いてフレモントが旧新派共和党の候補から辞退したことで、マクレランの勝利の可能性は消えていった。 国政選挙の行方は大統領選挙の全数ヶ月の州別の選挙で現れていた。オレゴン州、6月5日、バーモント州、9月6日、メイン州、9月11日、オハイオ州とペンシルベニア州、10月10日及、ウエストバージニア州、10月26日の6州では国民統一党が圧倒的な勝利を収めた。これら6州から国民統一党は アメリカ合衆国会員に44名を送り、対抗する民主党は10名に過ぎなかった。純増は18議席だった。リンカーン再選のお膳立てはできていた。この選挙では24州のみが参加し、アメリカ連合国に加盟していた11州は加わらなかった。ネバダ州、ウエストバージニア州及びカンザス州が州に昇格して初めて参加した。 戦後の処理を行っていたテネシー州とルージアナ州は選挙人を選出したが、アメリカ合衆国議会はその投票を参入しなかった。なお、ネバダ州の選挙人のうち一人は投票しなかった。出典、プレジデンシャル・バラッツ、1 8 3 6 8 9 2 p b 24757、出典、出典、赤字は国民統一党、青字は 民主党が勝利したことを示す。得票率差1%未満、得票率差5%未満。楽しくご覧になりましたら、購読と良いです。クリックしてください。